多い方はこうやって耳に掛け合ってあげるとより全体的にバランスも取りやすいと思います。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はキヌジュさんのカールアイロンを使ってオーロラ巻きをやっていきたいと思います。オーロラ巻きはおろし巻きなんですけど、ちょっと波ウェーブっぽい感じなんですけど、やっていきたいと思います。まず2等分に割ります。2等分に割るときはちょっとギザギザで割っていきます。何かちょっと止めておいて、この下から巻いていきます。バックの髪の毛も全部持ってきて巻いていきます。最初は外羽で巻いたら、今度はサイドとバックで分けてやるので、ここから巻いていきます。まず外羽で、この上は内巻きで、軽くふわっと肩をつけて、あとがついたら次が外羽。これを全体的に後をつけていくだけです。この後ろもやっていきます。ちょっと滑らせて、この上はこっち。いきなりこれ閉じちゃうとカクッと跡がついちゃうので、ある程度跡がついてからちょっとこう挟んであげてください。で次が外羽ね。でこんな感じでゆるっと巻けるので、次上もやっていきます。上も、2から3等分ぐらいに分けて巻いていきます。巻く前にしっかりとこの面を整えてあげるとより綺麗に巻きやすいと思います。でここも羽に滑らせてアンカール、でその上をこっち。でこの時はすぐに閉じるのではなくて、ある程度肩がついてからちょっと押さえてあげて、こんな感じで、でその上も外、こんな感じ。ちょっと滑らせて後つけてあげて、こんな感じで、でこういう遅れ毛とかは後から巻くので置いていていいと思います。こんな感じです。で次その後ろも巻いていきます。ここもしっかりとコーミングをして巻いていきます。まず外、本当にこのぐらいで、この顔周りも巻いていきます。外羽で、その上が内、逆側もやっていきます。逆側もジグザグに取って、上は溜めておきます。顔周りは置いといて、フォーミング、
滑らせるように、ちょっと左手にテンションをかけて滑らせるように、でちょっと閉じて、こんな感じで、最後外、これも滑らせるようにちょっと挟んで、ちょっとカールがつくぐらいで、顔周りもやります。短い時はもうこれだけでも全然いいと思います。でこの後ろもやっていきます。でこの上もやっていきます。ここは髪の毛が多いので今回は3等分でやっていきます。髪の毛が普通の重さの方や、まあ、少ない方とかは上下にとって 2-2 ぐらいでいいと思うんですけど、私は髪の量が多いので3等分にしていきます。この時ちゃんと何かこういう感じで留めておくと巻き残しとかがなくなると思うのでいいと思います。でこの後ろもで外はね、この巻き方は本当にゆるっと巻いてる感じなので本当にこのぐらいでいいと思います。はい、こんな感じで巻けたらオイルかバームかワックスなので全体につけていきます。この内側にもしっかりつけてあげた方が全体的に質感も合いますし、まとまりも出てきます。で、でこうやって見た時にこの表面とかにもう少しウェーブが欲しかったなと思ったら表面だけ取って最後また外はね、内巻き、こんな感じです。で、まあ、一番上も外はね、こんな感じで、まあ、表面に少しあってもいいかもです。こっちとかはまあ良さそうなのでこのままで仕上げていきたいと思います。で最後はこんな感じで全体にオイルかワックスかバームをつけて、どうしてもあのヘビーサイド髪の毛が多い方とライトサイド少ない方だとこのヘビーサイドの方があの髪の毛は多く感じると思うので、その多い方はこうやって耳にかけ合ってあげるとより全体的にバランスも取りやすいと思います。はい、こんな感じです。今日はキネジュさんのカールアイロンを使ってあのオーロラ巻きをしていきました。すごくあの簡単でゆるっと可愛く見えると思うのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。